こんばんは、入山明子です。7月11日日曜日、入山明子のつれつれ日記。今日は南越谷イオンでキャンペーンを行わせていただきました。とても雨を心配したんですけれども、お日様も出て今度は暑くなりましたので、熱中症大丈夫かなと心配しながらキャンペーンを行いました。なるべくトークを少なめにしながら、トントンといかなくっちゃと思いながら30分間歌いました。皆様もたくさん炎天下の中、聞いてくださって、座って席を取ってくださった方も、立ちながらずっと聞いてくださった方もありがたいなと思っています。たくさんの親戚の皆さんもお集まりいただいてありがとうございました。初めてですよって言いながら、このFacebook や Twitter で見て、見たくなってきましたっていう方もいらっしゃって、とても嬉しかったです。それでは昨日のお返事を返させていただきます。明日は南越谷イオンでキャンペーンですという記事に対してです。駅中さん、お疲れ様でした。グッドナイトと可愛いクマさんが手を振っています。野崎さん、行きますって書いてます。来られましたね。ありがとうございました。小田切隆夫さんは、これは何でしょう。女の子がたくさんハートを口から出しています。かわいいです。山川よしこさん、岩国からですね。お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございます。満月照夫さん、東京原宿も21時雨が降っています。明日は行けませんが、雨が降らなく越谷イオン歌えることを願っていますね。願いが通じました。雨降りませんでしたよ。それから加藤兼久さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさいで、かわいい女の子が寝るところの絵をね、つけてくださいました。加藤敦子さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。蝶がたくさん待ってます。グッドナイト、かわいいです。柴谷富子さんです。明日雨が降らなければいいのにね。あきこちゃんに会える、あきこちゃんの歌を聴ける、みんなあきこちゃんに会いたい方ばかりだよね。先日大阪で私も楽しみ、やっと会えた。あきこちゃんの時の気持ちと一緒だと思います。雨には邪魔されないことを祈ってますね。明日はあきこちゃんと楽しいひとときを。月に笑う蝶、グッドナイトと。いつもね、優しい言葉ありがとうございます。そして松崎さんです。こんばんは。今日一日お疲れ様でした。早く休んでくださいね。優しい言葉をありがとうございます。金地区さん、うさぎが何でしょう、クラッカーからいっぱいなんか物が出てます応援のあれでしょうか。山崎直江先生、明日も良い日になることを祈っています。ありがとうございます。長塚雅彦さんです。あきこさん、今日も一日お疲れ様でした。明日はイオン南越谷ですね。天気は大丈夫、雨は降りませんよ。僕も南越谷、茨城から飛んでいきます。あきこさん、明日も楽しい素敵な一日になりますように。おやすみなさい。まーさん、ありがとうございました。雨降らなかったですね。西山秀子さんはブラジルからです。あきこさん、お疲れ様でした。明日晴れますように。キャンペーン頑張ってくださいね。おやすみなさい。いつも朝なのにおやすみなさいに合わせてくださいます。牧野あきみつさんです。あきこさん、お疲れ様です。明日は晴れます。私も明日は楽しみにしています。あきこさん、また講演会の皆様に会えるのが楽しみです。明日も良い一日でありますように。おやすみなさいとあります。深田さんです。いつもなんかね、かわいい、あ、でもなんか女の子が泣いてます。なんででしょうか。泣いてますよ。おなぶたつぎおさんです。元 YAC あきちゃん、越谷野外演習は腰に水筒をぶら下げて、まめに水分補給をしてと。自衛隊のね、OB の方ですけど、今日来てくださいましたね。初めてお会いしました。ありがとうございました。沖島はるみさんはブラジルからです。あきこさん、こんばんは。今日もあきこさんの笑顔、声が聞けて元気をもらっています。くれぐれもお体に気をつけて、ゆっくりしてくださいね。お疲れ様でした。明日も一歩一歩頑張ってください。おやすみなさいって蝶がたくさん待ってます。かわいいです。金崎
ひ、牧子さんもブラジルですよ。本当に雨が多くて大変ですね。こちらは干ばつで困っています。雨が降らないんですね。そうですか、全然違いますね。林田圭一さん、秋子さんお疲れ様でした。天気に恵まれてよかったです。皆様のパワーが晴れとなりましたねって、今日初めてお会いできましたね。林田さん、ありがとうございました。さあ、それではブログのお返事です。新潟さくらさんです。おはようございます。そちらは雨はどうなんでしょう。イオンでのイベント中止にならないと良いですね。頑張ってくださいとあります。晴れました、ありがとうございました。野良猫にゃんにゃんさん、おはようございます。今日のキャンペーン、雨が降らないように祈っています。そろそろ梅雨も終わりかけているのかな。毎年梅雨の終わり頃はひどい大雨になりますけど、って悩んでらっしゃいます。本当ですね。広島も大変でしたね。さあ、それから北ん海峡のとみちゃんからです。雨でなく皆さんに来てもらってよかったですね。まーちゃんがステージ写真を LINE の方に送ってくれました。別の方も動画をメッセージの方に、皆さんと一緒にあきこちゃんのステージを見せていただき、優しい親戚に感謝です。ありがとうと、蝶が待ってます。本当に今日は皆さんたくさん来てくださって、遠くて来れないという皆様にもいろいろご覧いただけているようで嬉しいです。またこういった機会が少しずつ増えてきますように。それではまた明日も元気に笑顔でお会いいたしましょう。おやすみなさい。